いやもう何なんですかねこのアニメは。まあすごいなと、うん、ネタバレなしで言うならすごいなと、うん、いうアニメですかね。どうもヒトです。今回ですね、昨日深夜に放送のありました「ウマ娘プリティダービーシーズン2ウマ娘」の2期ですね、こちらがもう見ていられない、そんな展開な件について話していきたいなと思います。で、今回の動画はですね、ウマ娘2期の12話までの、ネタバレですね、もう大いに含んでおりますので、まあ、重大ネタバレ数多く含んでおりますので、ぜひですね、ウマ娘2期12話まで、最新話まで見られた方、もしくはですね、もうシーツ、まあ、競馬とかやってて、シーツで全部知ってるよって、そういった方はね、まあ、ぜひですね、この動画を見ていただけたらというふうに思います。で、ちなみにですね、私自身はまあ競馬とかやってなくて、まあ、そういう知識なんもないんですけれども、ウマ娘ね、すごく楽しみに毎回見させていただいている、そんな人間になっております。で、ここからですね、まあ、今回の話、ネタバレありで話していきたいと思うんですけれども、いや、もう凄まじい展開来ましたね。もう鬼展開、地獄展開、まあ、前回の、まあ、全然、まあか、まあ、3話ぐらい前のね、9話か、9話の、まあ、帝王の3度目の骨折、まあ、これもめちゃくちゃ地獄でしたけど、今回もこれまた地獄だぞと、ま、いや、もうさらに地獄かもしんない。そんな展開がね、来てしまいましたね。もう神様は一体ウマ娘たちにいくつね試練を与えるのだろうと、もう彼女たちが一体何をしたんだとね、もうほんとそんな展開でもう、見てられなかったです、僕は。うん、マックイーン、まさかマックイーンがね、もう走れないと、日常生活にも支障が出るんじゃないかと、もうレースなんて持ってんのかという、もうすごく厳しい怪我をましたということをね、今回発覚してしまいまして、まあ、選手生命の本当も文字通り危機という展開ですよね。まあ、序盤のね、まあ、いろんな馬が出てきて、まあ、そのちょっと紹介も挟むみたいな展開からはもう想像もつかなかった。ちょっとマックインが足首気にしてて、怪我したのかなぐらいで僕は思ってました。僕はね、手術とか知らないので、思ってましたし、僕自身なんかまだ山場があるみたいなね、この先ウマ娘帝王が復活してもさらに山場があるんだぞみたいな、そんな話を僕は聞いてたので、まあ、てっきりね、帝王がまあ、本当は骨折から復帰したんだけど、まあ、さすがにそんなね、骨折いくら復帰しても、そんな簡単にうまくいかなくて、もう一回挫折しちゃうんだけど復活するのかなと僕は思ってましたけど、まさかそっち来たかと、マックイーン。いやー、まあ僕予想しなかったですわ。うん、まあ手術してるからね、何言ってんだって感じかもしれないんですけれども、ほんと、まあアニメ勢としてはもう全然予想してなくて、まさかね、マックインがそんなに厳しい怪我をして、もう立ち直れてないですね。もう僕必死にもう痛いのもこらえて、私は走れるんだってもうね、レース場のね、走って練習してるとこ見て、もう僕死にそうでしたよ、もう。もうベッドにしがみついてましたもん。もうマックイン無理しないでくれってね、もう大丈夫だ、お前頑張ったってね、もう、走りたい気持ちも全然めちゃくちゃわかるけど、もう、ね、それはもう日常生活なんか一生って言ったら、もう元も子もないのは間違いないですからね。まあそんな辛い展開からのね、もう帝王との熱すぎる言葉を交わす有馬記念で、私の走りを見てろと、走りを見てろとね、奇跡は頑張って望めば必ず起こせるんだ、できるんだと、ね、もうマックインがかつて帝王にかけた言葉をですよ、ここで帝王がマックインにかけていく、もう何ですかこの熱すぎる展開は。もうアニメとしてこれほどまで人間を描いてて、史実を基にしつつさらにこう熱い展開を、まあ、付け足してくれる、このウマ娘2期っていうのはね、もう本当にすごいなと、本当に素晴らしいなっていうのを僕はもう改めて感じました。もう全然ウマ娘っていう作品はですね、もう全然可愛いだけでも正直見れるアニメですよ。まあ、そんなでスポコン要素もあってね、いいアニメだなって僕は1期とか、まあ、2期の中盤まで見てて思ってましたけど、まあ、ほんとね、8話、まあ、ライスシャワーちゃんの回からですね、7話、8話からもう、次元が違いますね、もうこれは。本当に、本当にすごいアニメになってきてて、まあ、10話のね、帝王の復活回、もう僕も大感動で動画上げましたけど、まあ、これはね、13話、まあ、多分おそらく、僕の予想ですけど、まあ、帝王、それ勝ってくれるんでしょう。うん、もちろんね、最終回ですから、次回。もう死にますわ、僕。もう分かってても、泣くの分かってますもん。もうなんか、展開を多分知ってたとしても、多分シーツを全部知ってたとしても、もう泣きますよ。確定演出というか、もう、
泣くの確定ですね。まあ、あんな熱すぎる、もう超かっこいい帝王ですよ。もう9番歳はね、マックイーンに励まされて、もう諦めてしまった、心が折れてしまった帝王っていうのが、今回ですね、もうマックイーンも心も折れるし、それはもう物理的、もう、身体的にももう復帰できないだろうっていう状況なわけなんですね。今、その中で、マックイーンがもう私の走りを見てろとね、もうあの時挫折した帝王がですよ、マックイーンに言葉をかけていく。いやー、こんな熱い展開ないですよね。もう僕前回、次回はもうね、立っても、帝王のレースをもう全力で、ね、応援したいなって思ってますし、間違いなく僕はもうスタンディングオベーションみたいな感じで、カット乗っちゃうってなってると思ってます。マックイーンがね、どうなるのか、僕的には正直、なんかシーツはね、マックイーンと帝王のレース、直接対決ではもうないらしいんですけれども、これだとネタバレしても大丈夫だと思うんですけれども、で、アニメだと僕はね、正直、帝王対マックイーン、まあその、多分ね、帝王って短距離走が得意で、まあ、マックイーンは長距離が得意で、そもそも本当はライバルになり得ない関係だと思うんですよ。まあ僕は聞いた限りだとね。まあその中でライバルって関係を描いてて、まあだからこそ、まあ確実にやっぱ最後は、そのオリジナルというか、まあその、まあ、シーツじゃないんだけれども、まあ、その、マックイーンと帝王の対決が描かれるんじゃないかなって僕自身は思ってたんですけれども、ちょっとね、さすがになんかもう日常生活がとかもう走れてないじゃないですか、マックイーンが。で、なんかその、なんか多分骨折よりもやばいやつだと思うんですよ、その今回の怪我まあ、怪我っていうのは。ですから、ちょっとどうなのかなと。もう帝王とマックイーンのレースがもしかしたらもう見れないんじゃないかなっていうのはすごい僕は思ってます。やっぱね、マックイーンやっぱこれまでもうたくさん帝王をね、ほんと励ましてくれました。もう走りでも言葉でもね、まあ、やっぱその10話 の最高の復活会っていうのは、まあ、結果的にそのツインターボちゃんのおかげっていうのは大きかったんですけれども、まあ、それまでやっぱ本当にマックイーンって、まあ、帝王の支えみたいな感じでしたし、まあ、12話ね、夏祭り会ですか、もう最高でしたよね。もうユリアニメがと、もうユリアニメ万歳だというぐらいね、展開見せてくれました。マックイーンもうぜひとも復活してほしい。史実では確かに無理なのかもしれない。ちょっと僕は分かりきってないですけれども、まあかなり厳しい状況なのは間違いない。それこそ奇跡が起きないと復活もできないと思います。奇跡起こしてくれ帝王、もう、願ってます。もう、史実ではもしかしたら無理かもしれない。ちょっとまあ、これは僕はもう事前情報も何も、ね、見ずにね、最後の最終回見ようと思ってますけれども、アニメだけでもね、ここは史実無視してもいい。まあ、馬娘っていう作品はシーツに沿ってやってる、その中で面白いっていうのが魅力ではあると思うんですけども、シーツを知らない身としてはもうどんだけオリジナルでもいいからもうハッピーエンドにしてくれよと、辛すぎるよ馬娘2期と。もう馬娘1期からね、想像できない、もうほんわかスポコンアニメぐらいでしたよ、1期なんて。2期にもうね、1期は鈴鹿ちゃんの故障とかありましたけど、もうこんな重い展開なかったですからね。ニキはね、もうすごい展開ですよ。本当に重い展開続いてるなというところで、もうぜひ復活してほしいし、もう次回は帝王にね、是が非でもね、勝ってくれと。頑張れ帝王、奇跡は起こせるんだ、お前なら絶対起こせるぞとね。もう心から応援したいと、もう思います。アニメね、こんな熱くれるなんて僕も嬉しいですもんね。まあ、まずね、最終回です。次回ね。まあ、こうして私のチャンネルでも大感動しましたと。マックイーンと帝王のレースが最後に見れましたとね、言って、終わらせてくれたらと心から願っております。まあ、きっとね、ウマ娘はもう3期とか4期とかで、ね、もう、主人公からもいくらでもできるアニメですから、今後も続いていくと思いますけれども、帝王とマックイーンが主人公の回は、今回がラスト、次回がラストですから、心からね、応援、そして、マックイーンの復活を願いたいと思います。ではですね、ここまで見てくださってありがとうございました。それでは、さよなら。